こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回またまたご投稿いただきました。ご投稿いただいたのはハンドルネームエミちゃんさんからになります。エミちゃんさん、ご投稿ありがとうございます。それでは早速投稿内容を読んでみたいと思います。天心さん、こんにちは。エミちゃんです。今日はスピリチュアルな疑問というより少し相談気味なメールになってしまうかもしれませんが、よかったら聞いてください。もしとても大切な人を怒らせてしまった場合、謝っても許してもらえない場合、この誠意を心から分かってもらいたいとき、自分にできることって何かありますか？例えば相手の守護霊様に向かって祈るとか。気持ちって目に見えないから伝えるのって難しいですよね。もし何かスピリチュアル的に良い方法があれば知りたいです。よろしくお願いいたします、ということでご投稿いただきました。エミちゃんさん、ご投稿ありがとうございました。はい、まあ怒らせてしまったと、相手を。でなかなか謝っても許してもらえなかったと、これをスピリチュアル的にどうにかできる方法はあるかということで、まず結論から言いますね。まず、まあ相談内容にもありましたけども、相手の守護霊様に、語りかけるというのは有効だと思います。もちろん語りかける内容は、まあ、心からの謝罪とか、どうして自分がそういうふうに相手を怒らせてしまったのかの経緯とかね、そういうものも、まあ、一緒にいろいろとですね、説明というか語りかけながら自分の誠意をね伝えていく、これもいいと思いますね。もう一つはですね、相手の魂に直接語りかけるという方法もあります。相手の魂に向かって、いや、あの時はこんな態度を取ってしまって申し訳なかったとか、あるいは、その真意ね、誤解によって例えば起こっているのであれば、その誤解はお得ような内容をね、魂に事前に語りかけておくという方法、これは有効であります。なのでスピリチュアル的なそういった方法がありますね。ただ、もう一つ言っておくと、そもそもね、怒らせてしまった人に許してもらえる場合に、結構多くの人がやってしまいがちなのは、言葉で相手に何かを伝えようとしちゃうんですね。怒っちゃってる人に言葉ってなかなか伝わらないんですよね。すべてが言い訳に聞こえてしまったりとか、そもそも誠意とは何かっていうと、言葉じゃないんですよ。もちろん言葉で謝ることは大事なんですけども、言葉を尽くしてもそれは理屈であって誠意じゃないですね。誠意っていうのは重み付けが必要なんですね。これ何か、重み付けって何っていうと、これは言葉って軽いんですね。言葉だったら何とでも言えるじゃないですか。例えば悪いと思ってなくてもごめんなさいということは言えるわけだし、なんかいろいろと謝ってるような言葉を並べ立てることはできる。だけどもそれは軽いんですね。だから重み付けが必要。まあ簡単に言えば言葉よりも行動なんですね。だから行動に移す。つまり自分が痛みを覚えるようなものとか、その非常にコストがかかるようなことをしないといけない。だよくね、謝りに行くときはトライアの羊羹を持っていくといいなんて、ね、言われておりまして、なんでトライアの羊羹なのかというと、羊羹って結構ずしっと重いじゃないですか。だからカステラとかだとスカスカで、こうなんつうのかな、軽いからあれだけども、羊羹とか重いから、重いし高級だから、その分ちょっと相手に誠意が伝わるなんて、ね、言われますけど、まあそれはともかくとして、まあ少なくとも、ただごめんなさいというよりも、羊羹持ってて、本当申し訳ありませんでしたというのだと、どちらが誠意が伝わるかといったら、やっぱり、ね、羊羹、わざわざその高い羊羹を買って、菓子折り持参で迎えに行く方が、あ、この人本当に反省してるなというのが伝わるわけですよね。これは別にお菓子で貢いで、こう、関心を買って許してもらえって意味じゃないんですよ。じゃなくて、行動ですね。だから、何が悪かったのかっていうのをちゃんと分かってるよということを、言葉じゃなくて行動で示していく。で、行動に示していくことによって、誠意の場というものができていくんですね。まあ、ある種のスピリチュアル的な言い方をすると結界なんですけど、そういうフィールドですね。誠意がこう満ちているフィールドを作っていく。で、そこに相手がもう入ってきてもらうような状況、環境を作っていくんですね。そうするとですね、いきなりはまあ、怒りが収まるとか、急に許してもらえることはないかもしれないけども、だんだんその誠意の場の影響、っていうものはだんだん伝わっていくんですね。そうすると相手の怒りとか、そういうものもだんだん緩和してきて、でようやくそこで
言葉が通じるようになるんですね。いや、あの時は本当にごめんなさいねみたいなことを言うだけでも、うん、まあ君もちょっと反省したようだから、うん、まあこっちもちょっとあの頑固なとこあったかもしれないからごめんねみたいな感じで和解できる可能性はありますよね。だけど言葉でいくら、すいませんでした、こうでああでああでこうで、あの時はこういう理由で言ってそういう悪気があったわけじゃないんですって言葉で言っても、なんだこいついっぱいあの言い訳ばっかしやがってってやっぱなってしまうんで、そういった言葉よりも行動による環境づくりね、誠意の場を作るっていうね、ここも大事ですね。こういったことを固めつつ、だんだん相手の気持ちがこう和らいできた時に改めて言葉で謝罪を伝えるということをしないと厳しいかなっていうふうに思いますね。どうしても怒らせてしまうと慌てちゃうんで、なんとかこっちの言い分というかこっちの誤解を解きたいとか許してもらいたいっていうことが先に立ってしまうから、あのいろいろ言葉の方が先に立ってしまうんだけども、やっぱり言葉だけで行こうとすると失敗しますね。なのでまあ、その辺を工夫してみられるというのではないかなというふうに思います。ということで、今回ご質問ね、回答してみました。ご参考になれば幸いです。ということで、今回もショースピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。